神宮球場 DJ のナイスピッチング山本ナイピ事件再び発生。神宮球場の DJ が発したナイスピッチング山本に阪神ファンから怒号が飛んだ。9回山本が先頭近本の右脇腹に死球を与えた。近本はそのまま打席に倒れ込み動けず、球場は騒然となり、そのまま途中交代となった。その経緯があっただけに、無失点でマウンドを降りた山本にかかったナイスピッチング山本に阪神ファンは怒りの声を飛ばしていた。チンカスイライラで草、また怒ってる。ナイスピッチングしたならしゃあない。ヤクルト野球を完遂したんやからそらナイスピッチングよ。阪神ファンはしつけえぞ。これもわざとやってるだろ。もうヤクルトは一生粘着対象だろ。数の暴力でブーイング地獄よ。これで報復したら被害者ずらすんのがヤクルトなんだよな。阪神は紳士やな。これこの前公式で謝罪してなかった？また同じ轍踏んでるやん。チンカスと朝鮮人は無視するのが一番嫌で頭おかしいし、ヤフーでまたボロボロに叩かれるやろヤクルト。まあようやく知れ渡った感じやな。ただの攻めた結果やからな。ヤクルト的にはナイキすぎ。山本近本に当てた高ガッツポーズしてたけどやばいやろ。ご視聴ありがとうございました。